京塚の霊京塚の霊京塚とは、経典を土中に埋納したつか、仏教的な左前行為の一種で、京塚を造営する供養のことを埋経という、宝器一宮京塚出土品、しとり神社境内出土。東京国立博物館展示。仏教経典を所赦する社経は、国家仏教中心の奈良時代には、官営事業として行われていたが、平安時代には、 浄土思想が普及し、個人的な祈願成就を目的に行われるようになった。永昇7年に、末法の世が訪れるという予言思想である、末法思想の影響で成立した信仰形態であると考えられており、起源は中国や朝鮮半島にあるとも言われる。埋納される、仏教典は主に北家行であるが、般若心行、阿弥陀行、弥勒行、大日系、 金剛いただき業、利主業などが用いられることもあり、無料、義経や観音兼業などの開業、欠業が添えられる場合がある。経典は紙に写経された資本業である場合が多いが、粘土版や銅版、歴史瓦、貝殻などが用いられることもある。経典は容器として金属製の協筒に収められ、協筒には名文が彫られる。協仏は、 小型の筒型であるが、箱型六角形のものや装飾が施された、宝刀形のものもあり、上部に蓋がされる。鏡筒はさらに金属製や陶製、竹製などの外容器で入れ子にされることもある。埋納は、和鏡、線花、陶身、小仏、玉などの副納品や除湿剤として充填される、木炭と共に埋納される。埋納される場所は、 霊地や聖地と位置づけられている山頂や神社境内である場合が多く、土中や土壌に石室が作られて安置され、宝土が盛られる。洞窟や岩壁の隙間に造影されることもあり、中世には死者の追善的意味も加わり、路傍や墓所においても造影されている。日本での造影は、観光4年、藤原の道長が、 大和国旗峰山山頂に造営した金峰山京塚が最古で、はじめは貴族層が末法の危機感から魅力下粧に備え、経典を広大に伝えようとした意味があるという。十二世紀を世紀に一時衰退するが、中世には、開国省が諸国で農協活動を行って、庶民の間で広まり、現世利益や追善供養の意味が加わる。富山県の五賀山一帯では、 室町時代に集落単位で集団回収した際に、それまで使用していた仏具や経典を埋めて、経図塚とした例がある。小型教頭を用いた経図塚は近世には衰退し、変わった扁平な小石に、経典の軸のうち1文字を書射し、それを多数埋納する一字一設計や、複数文字を書射した多字一設計を収める経図塚が流行する。一設計も、地中へ埋能して、 高度で覆われ、供養費が立てられる場合もある。近世の教塚造営は、農業生産の増加や貨幣経済の浸透を前提とした宗教行為の流行を背景に成立し、農協は、寺院が主導し、多数左前思想のもと多数の人が加わって行われたという。ありがとうございます。